マニー・シンウェル・シンウェル男爵エマニュエル。マニー・シンウェルは、イギリスの労働組合幹部、労働党の政治家。レッド・クライド・サイドの主要人物の一人。シンウェルは、ロンドンのスピタル・フィールズで生まれたが、一家は、スコットランドのグラスゴーへ移住した。ユダヤ系ポーランド人の父は、小さな洋服店を営んでおり、ユダヤ系オランダ人の母は料理人であった。彼は、 公共図書館やケルビングローブ美術博物館で学んだ。スポーツ、特にボクシングに親しみ、地元のフットボールチームのトレーナーでもあった。被服工場で機械工として職業人生を始めた。1903年、副飾工労同組合連合会で活動を始め、1906年にグラスゴー商工会議所に同組合代表として参加した。 1911年5月、全国船員消防士組合の税ハブロック、ウィルソンの要請で、グラスゴーの船員組織化を支援した。グラスゴーの船員による6週間のストライキにて、彼は重要な役割を果たした。このストライキは6月14日に始まり、全国規模のストライキの一部を成した。彼は、その後ンフ、グラスゴー支部の初期となった。1912年8月、 組合に対する抗議行動に参加した。この結果グラスゴー支部は、サウサンプトンを本拠とする英国繊員組合の一部となった。1922年に、ビスーが海洋労働者組合連合会の一部になるまでの間、ビスーの地方初期を務め、後に新組織の全国組織責任者を務めた。九百十九年、彼はグラスゴー四十時間運動への関与を通じて、 国民の不評を買った。この運動は、グラスゴーのジョージ広場における警官隊とデモ隊との衝突で頂点に達した。その後彼は、暴動の先導を企てたとして5ヶ月の刑を宣告された。シンウェルは1922年の総選挙の際、独立労働党の党員として、リンリスゴーシャーから下院議員に選出された。1924年に議席を失ったが、 1928年の補欠選挙でリンディスゴーシャーから再び選出された。1929年、ラムゼー・マクドナルドは彼をファイナンシャル・セクレタリー・ツー・ザ・オー・オフィスに任命した。カウリングのことによれば、シンウェルがどの大臣からも受け入れられなかった時にあって、マクドナルドはシンウェルの閣僚職を守ってやったと信じていたという。1930年からは、 鉱山時間を務めた。同職は1924年にもついたことのある職である。彼はラムゼーマクドナルドの巨国一致内閣を批判し、1931年に再び辞任した。マクドナルドを倒した後の1935年にダラム軍のセムから会員に復帰し、その後はアナイリン・ベバンラ・サハと共にスペイン内戦ではフランコと敵対する。 スペイン人民戦線政府を英国が支援するよう積極的に働きかけた。会員での議論が白熱していた1938年4月4日、彼は政府の外交政策を批判された際、保守党会議員のロバート・タットン、バウアー海軍中佐からポーランドに帰れと言われ、バウアーの顔に平手打ちを食らわせた。シンウェルはこの発言を反ユダヤ発言と捉えた。 1940年5月、ウィンストン・チャーチルの連立政権における食料大臣就任を拒否した。1942年、労働党のチェアマンになった。1945年に労働党が勝利すると、彼はクレメント・アトリー政権に参画した。燃料動力大臣として、彼は工業国有化を主導した。鉱山の旧所有者、アールズ・フィッツ・ウィリアム伯爵家の本拠地たる。 ベントワースウッドハウスの地を採掘するという彼の決定は激しく批判された。批判者には鉱山労働者自身も含まれており、彼らは採掘阻止のためストライキを決行すると威嚇した。シンウェルの決定は階級闘争の活動と受け取られた。大半の鉱山所有者とは異なり、フィッツ・ウィリアム家は何十年もの間、ベントワースエステートを 全交付にとっての快適な西洋書とし、彼らがこの地を歩き回ることを歓迎するとともに、交付がウェントワースウッドハウスに近づくことを許可し、いつでも支援を行うことを許していた。ウェントワースの住民は、今でもシンウェルが同地を採掘したのは必要に、迫られたからではなく、彼に権限があったからだと言っている。1947年、 英国は異例の言動と深刻な石炭不足に見舞われた。彼はこの危機を回避できなかったために広く批判された。ほどなくして彼は陸軍大臣に就任し、1950年まで務めた。1950年にイーシントン選出議員となった。この頃、国防大臣に就任した。 会議員生活の終わりに近い1964年から1967年まで議会労働党会長を務めた。1965年に名誉勲章を授与され、1970年にはダラムグニーシントンのシンウェルダン尺として一大貴族に助せられた。死去する直前まで上院議員として活動を続けた。1986年5月に101歳で死去。 当時の会員で2番目の長老議員としての記録を保持していたが、2008年11月にバート・ヘーゼルに記録を更新された。1986年3月26日、存命中の最長老上院議員となったが、それから約1ヶ月後の5月8日に死去した。シンウェルは彫刻家アラン・ソンヒルの制作した年度共像のモデルとなった。 シンウェルの共像に関連するファイルが、リーズに位置するヘンリー・ムーア財団立、ヘンリー・ムーア協会のアーカイブ内のソーンヒル文書の一部として保管され、またテラコッタが芸術家のコレクションに残っている。ブロンツ像は、1973年にグラスゴー市立美術館の収蔵品として購入された。シンウェルは3冊の辞令を表した。また、以下の本を表した。ありがとうございます。